はじめまして、ゆうゆうたです。皆さん、ふと疑問に思ったことはありませんか？普段ピアノを弾いている人間が手に重りをつけた状態でピアノ弾くことできるのかと。で、その重りをつけたとして、それ何キロまで耐えることできるのかと、私、ゆうゆうたがですね、身をもって検証していきたいなと思います。そのために私、このですね、腕につける用のこれ2キロあります。2キロの重り、これをですね、計20個購入しました。だいたい2万円ぐらいしました。これで 2×20 で40キロあります。これを全部つけることができれば、だいたいポケモンでいうとライボルトぐらいの重さがあるそうですね。40キロっていうと、こんだけあれば十分かなと思うので、これをですね、1個ずつ両腕につけていって、最終的にどれぐらいまでね、耐えることができるのかやっていきたいなと思います。お願いします。お願いマッソー、めっちゃモテたい。お願いマッソー、めっちゃ痩せたい、イエス。お願いマッソー、めっちゃモテたいなら、キレてるよ、はキレてるよ、筋肉にお願いだ。お願いします。お願いマッソー、めっちゃモテたい。お願いマッソー、めっちゃ痩せたい、イエス。お願いマッソー、めっちゃモテたいなら、ウキレてるよ、ハキレてるよ、筋肉にお願いだ。お願いします。お願いマッソー、めっちゃモテたい。お願いマッソー、めっちゃ痩せたい、イエス。お願いマッソー、めっちゃモテたいなら、ウキレてるよ、ハキレてるよ、筋肉にお願いだ。お願いします。お願いマッソー、めっちゃモテたい。お願いマッソー、めっちゃ痩せたい、イエス。お願いマッソー、めっちゃモテたいなら、ウキレてるよ、ハキレてるよ、筋肉にお願いだ。はい、もう腕つけるとこがないんで、もう手首の上に重ねるような形で水増ししていこうと思います。うわ、すげえこれ。お願いします。いくぞ。お願いマッソー、めっちゃモテたい。お願いマッソー、めっちゃ痩せたい、イエス。お願いマッソー、めっちゃモテたいなら、ウキレてるよ、ハキレてるよ、筋肉にお願いだ。お願いします。お願いマッソー、めっちゃモテたい。お願いマッソー、めっちゃ痩せたい、イエス。正直、悔しさと、皆さんに対して申し訳ないなという気持ちでいっぱいです。次はですね、さらに斧が肉体を鍛え、この40キロの壁絶対に超えたいと思っております。ありがとうございました。